このアプローチが一つではないということをまず、だから言われたことができなくても別のやり方すればできる、スッとできるようになる可能性だってあるんで。はい、AKダスチャンネルのつぐりゅうです。今日はですね、選手だったら自分のプレーでこういうことをよく直せと言われてるから直したいなとか、まあ、指導者の方だったらこの選手ここを直したいなっていうことがよくあると思うんですけれども、そのね、直すにあたってのそのまあアプローチの仕方というか考え方、これでね、すごく大事なことがあるんでお伝えしたいなと思います。はい、ではですね、早速なんですけれども、まず、直したい課題ですねがあって、まあ、達成したい目的があると思うんですけれども、その目的を達成するための、まあ、アプローチについてなんですけれども、このアプローチが、一つではないということをまず皆さんに、知っておいてほしいな。一つの、まあ、到達したいところに対していろんなルートで到達する方法があるよと。で、その引き出しを持ってれば持ってるほど自分の理想の形を実現できる可能性も上がっていくよっていうお話です。これ例えばですね、勉強でも同じ答え、があるんですけれども、それを導くための説明ですね、説明する先生が例えば3人いた時に、そのこの先生は分かりやすいけどこの先生は分かりにくいとかってあると思うんですね。それはまあ表現の使い方とか、もしくはアプローチの仕方とかが違うから、まあ、合ってる合ってないとかあるんで、これはね、野球も同じように、一つの達成したい目的に対していろんなアプローチの仕方、意識の仕方っていうのを知っていれば、一つ合わなくてもですね、次これを試してみようとか、自分に合うものを見つけやすいということが起きるので、ぜひね、選手の方も指導者の方も引き出しとしてたくさん増やしておくっていうのを意識してもらえればなと思います。で、例えばですね、まあよくね、野球の現場とか行くとですね、子供がボートを放っちゃうとですね、おい、もっとしっかり投げろよとか、ちゃんと相手が取れるところに投げなさいとかっていう、よく声聞くんですけど、これはもう最もなんですけれども、もちろんね、選手の人たちもね、ミスしたりボートを放ってやろうと思って放ってる選手っていうのはもう一人もいない。もうできればね、それは相手の取りやすいところには投げたいっていう思いでプレーしているんで、例えばもっとちゃんと投げろよって言われてもどうしていいかが分かってない、っていうのが本当のところです。なので、例えばそのちゃんと投げるためにどうすればいいのかっていうところが、まあ、次のステップとしてあります。例えば、ピッチャーとかですね、よく言われるのを、よくバッターでも言われるんですけど、この膝がね、ステップついた時に膝が割れてるから、割れてるぞと、もっと貯めろとか言われると思うんですけれども、さっきのね、ちゃんと投げろよ、っていうのを一つ上のアドバイスとしては、もっと溜めを作りなさいとか、足を開かずに投げなさいとかっていうのがもう一つ上だと思うんですけども、これでも全然まだ不十分です。っていうのは、じゃあ開いてるぞって言われたらもちろん開かないようにしたいんですけど、じゃあ開かないためにどうすればいいのかっていうのがもう一つ上になるんですけれども、例えばこの僕だと左ピッチャーなんですけど、足をですね、着地の時に内向きにして投げるようにしなさい。これが実際の具体的なアドバイスです。これを言われると選手の人たちも、あ、じゃあちょっと足を内向けて着地するように意識してみようかなって思い始めます。ただですね、これがすごくイメージしにくい子とかもいるんですね。正直、いや、こう言われてやってるけどどうも意識できないってなった時にどうするかっていうところですね。例えば足を実際に開かずにっていうのは、壁を作るっていうことだと思うんですけれども、壁を作るために直接ですね、もう壁を作りなさい、壁をイメージしてしなさいっていうアプローチも一つなんですけれども、もう一つは、例えばですよ、この足ですね、右足のつま先を左ピッチャーでいうとファースト方向ですね、このファースト方向よりもこっちに開かないように意識しなさいっていうと、つま先をこうやりながら下ろすと思うんですけれども、これで治る子もいれば、例えばこれでもいまいちっていう子がいれば、例えばお尻をですね、キャッチャーの方向に、向けるようにして降りていきなさいとかっていうのもアプローチの一つです。ただですね、これ本当に選手のみんなのですね、考え方とか体型とかね、柔軟性とかも全然違うんで、同じことを指したくても、例えば今言ったお尻じゃなくてですね、下半身のことを達成したいんですけれども、上半身を意識させるっていうのもありえます。例えば開く子がいれば、右の背中側ですね、背中側をキャッチャーに
向けるように降りていきなさい、体重を下ろしていきなさいっていうのがピンとくる子もいれば、例えば胸ですね、逆に胸をセンターバックスクリーン方向に向けるような意識で下ろしていきなさいっていうのですね、これ実は同じことを言ってるんですけれども、この表現の違いだけでピンとくる子が変わってきます。そういうことなんだと、伝えたいこと達成したいことは同じなんですけれども、表現と意識させる場所によって本当にですねピンとくる子が全然変わってきます。なので選手のみんなは意識するべきポイント、例えば開かない練習をしたいなと思った時に、自分が一番開かないっていう目的を達成しやすいアプローチって何なんだろうっていろいろ試すことを持ちたいですね。それは自分で発見してもいいですし、アドバイスをもらってももちろんいいです。今言ったようにいろんな意識するポイントってもうかなりあります。その一つの目的を達成しようとして、これっていう正解ないです。その結果にたどり着けるのであればどこを意識したっていいです。例えば、この開かないっていう意識なんで、この右半身とかを意識 しがちなんですけれども、こっちのですね左半身を意識する人だっているかもしれないですね。左の例えば股関節にずっと乗ったまま降りるようなイメージで下ろすとか、これは、指導者の方とか、によっても表現変わってくると思うんですけれども、その指導者の方もこの表現とか意識させる場所っていうのをいっぱい持っておくことで、これ言ったけどちょっとよくわからんなっていう感じ子供がしてたら、あ、じゃあこっちを言ってみようとか、こっちを言ってみようとか、下半身意識させてもどうもうまくいかへんなってなった場合は、じゃあ上半身の意識でその目的を達成させてみようかっていうことがすごく大切になります。なるべくね多い選択肢アプローチの道順っていうのを持っていれば、その達成できる確率っていうのは上がってきますんで、だからまず監督とか指導者の方はそういう引き出しをいっぱい持ってれば持ってるほどいろいろ試せますし、選手の人たちは自分でいろんな工夫ですね、いろんな場所を意識してみるっていうことをやってみてください。どうしてもやっぱりねそこを直せと言われたらそこの部分しか意識できない子が多いんですけれども、下半身の修正したくても上半身を意識すれば治ることだってあります。なのでここですね、アプローチの一つの目的を達成するのにアプローチっていうのはすごいいろんなところからあるんだよっていう、だから言われたことができなくても別のやり方すればできる、スッとできるようになる可能性だってあるんで、一つのこと言われたことができなかったとしても諦めずにですね、いろんなことを試してみてください。で、試す習慣というかアイデアを出すようなっていう癖をつけてもらえればなと思います。はい、ということでですね、僕らもねすごくいろんなチーム回らせていただいてて、指導すごいねされててね、ここをこうやってやるんだよっていう、アプローチも実際に教えられてるチームとかもたくさんあるんですけれども、そのアプローチがですね一つじゃなくていろんなアプローチがあれば、やっぱり10人選手がいたらやっぱり10人感性が違うんで、同じことじゃない表現とかですね意識の部分とか、そこを変えるだけで一気に変わったりする子ども、一気に理解したりする子ども、それで一気にレベルアップする子どもっていうのがすごくねいるんで、選手のみんなもですね自分これでやったけどできなかったんだ、俺には才能がないんだとかじゃなくてですね、絶対実際にそれを達成する意識の方法とか意識の場所とかっていうのがその人によって絶対存在するんで、それを諦めずにね、見つけるっていうね工夫をしてもらえればなと思います。僕らもね少しでも一人でも多くのレベルアップの役立つような情報を発信していきたいと思いますので、もしねよかった場合は、チャンネル登録高評価、コメントなどいただけると嬉しいです。ありがとうございます。